はい、マリオ翔太一生懸命マリオカテイトラックスやります。よろしくね。やっていきます。ということで、新コースついに出たな、みんな。どう？ここ、超楽しみやよな。やけど、まあまあ、コース選択に選ばれやんだらさ、新コース乗らで走れやんから、まあまあ、ほぼ、確率的にはほぼ走れないでしょう。やけど、まあ、うん。選ばれたんなら今日走ります。今日4レースぐらい取るから、選ばれたんなら確実に走る。当然やな。実況者として当然やと思うわ。ということで、まあ今は1周目はツルツルツイスターやから、ちょっと、うん、集中だけしてな。うん。新コースでも、旧コースでも、頑張って走って、いっぱい1位取る。それが俺の狙いや。いつも通りの作戦や。よろしくといったところ、前を張っております。コイン7枚。コイン7枚ということで、パリッと。それは当たるわ。それは当たる。それは当たるってことは、これも当たるってことやで。はい。ということで、6位、コイン、5枚。前が離れている。ミドさん振ります。まあ、ぶっちゃけ、よくはないな。うん。これちょっと何かしらのあれがいるな。下がるわけにもいかんし、コイン8万やで。これ振り回しながら、ちょっと行くわ。集中します。よろしゅう。よ。上手っすね。これ上手やない。ダブル交換でいっか。ダブル交換して、あー、な、まあまあ、弱くはなってない。弱くはなってないから、まあ、このままついていく。トイが言っている。ってこと、お父さんなく、そうや、お父さんなくなったんや。ラッキーすぎ。ごめん、超えなかった。ラッキーすぎる。お父さんがなくなりました。今回の DLC 配信に伴い、お父さんがなくなりました。ラッキーですね。今の超ラッキーや。もう、いや、それ嫌や、それ嫌や。ごめん。あんまり話されすぎてない。お父さんって絶望のイメージだったけど、別にって感じになってしまったな、これで。今回のアプデでサンダーあんま怖なくなってしまいますし。たーのお話、もう何やってんの、もうさっきから。こうボム当たりすぎやって、ボム当たりすぎ。いいよ、使うて。お願い、3人降りたい。4か。これは3やな。まあ仕方ないな、ボム当たりすぎた。で、お父さんないの熱すぎちゃうな、思わん？これ、戦術変わっていきますよ、これから。楽しみ方が変わりますよ、よろしくね。はい、部屋変えやして、2レース目、ニンニン道場。まあ、あのさ、新コースやりたいんやけど、そんなパッとはこうへんな。うん。TA やったらすぐ走れんねんけど。わかる？言っとること。そやろ？全コース中の8コースなわけやから、しかもそっからさらに抽選が入るから、うん、そう簡単にはうまくいかないけど、まあ、いつも通りパリッといいレースを走っていきたいところでございやっす。はい。ということで、コイン回収優先して前張りしたい。まあ、ぶっちゃけ結構好きなコースやから、まあ、このコースは買っていきたいな。それはそう思う。よろしく。このファイヤーは河原の上でぶっぱしてやりたいと思います。はい。ぶっぱ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 、誰にも当たりませんね。ということで、俺か。俺やな。俺やで、決し、俺じゃん。何それ、特殊すぎ、特殊かといったところ、よろしく。2位で割って、ここで、OK、取って、やっといて、うまい、上手。はい、かーちもーした。これ、あとは前張るだけですよ。集中して。いいよ、ジャンピングアクション入れて、こうして、OK、トゲが来るのは待ちやな。はい。森口翔太選手、早いですね、これ。このコース、得意コースになっていますが、しかし、これ、盗まれたことによって、話がだいぶ変わってくる。じゃあ、当てといて、よ。上手やね。勝ちました、これ！さすがに、負けないでしょう、これ。森口翔太一生懸命選手の優勝になってますね。しかも、これさ、お父さんないからさ、お父さん亡くなったからさ、人道超前張り強くなったやん、おそらく。分からんよ、強い人に聞いたら悪いやけど、そう思わん？お父さんのない人道って別にもう超マイコちゃう。まあ3択っても全然いいってことやん、これ。ほぼまあアイテムやコインは失うけど、まあこういうことなんよ。これ使っといて、いいよ。これね、まあまあまあ後ろバナさんやから、まあこれ勝ちでしょう。いいよ、しっかり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 、ちょっと待ってよ、それはなし。さすがに、あーんでそうなる。もう、はい、3レース目やったー。ということで、
さっきの人道はまあ許してあげようじゃないか。理由は新コースが来たからや。ここに前張りします。意地の前張り立て通します。よろしく。ということでパリッと前出たい。うん、ピーチガーデンやったかな名前は。ちょごめん、落ちて。あっちは3周目、あっちに行くのは3周目やった気がする。ということで、まああんまり分かってないけど、TA はしたよ、もちろん。あんまり分かってないから、まあついていくわ、しっかりダブルを潰されていくが、落ち着いて。ちょ、赤持ちの前に出たけど、それもまあちょっと許して。ということで、しっかり前を走っていきたいね。OKOK、打開するわ。打開します。うん。これはもう打開しかないわ。一旦な。で、コイン集めるわ。ちょっと集中するわ。ちょっと、新コースでテンションが上がりすぎてますけど、まあ、どう考えても、あの、コインは絶対にいいからな。新コース、旧コース、前コース、打開コース、関係なしに、コインはいりますので、よろしく。ほんで、使わざる以来使って、赤コーラの前には出れない、金機能引いちゃう。そこショートカットできんの知っとんねやね。知っとんねやけど、ちょっとなかったの。ショートカットアイテムがなかったんで、これ、んでこれでいいな。これ9位で割って、まあええ感じなんじゃない。さすがにええ感じなんじゃん。いいよ。木野さん出て、これスター出てほしいんやけどな。まあ、出なさそうやな、さすがに。スターみたいなもんが出て、これサンダー回避したいね。これサンダー回避入れたら勝ちやけど、サンダー回避できるんかってところ。いいよ。どうしようかな。いいよ。使う、ここで使う。サンダー持ち、サンダーお持ちのお客様いませんか。いませんね。ちょ待って、落ち着けよ。落ち着いて、これ使っといて、シングルになってしまいましたが、キノコが引ける、緑を避ける、ショートカット入れる。え、待って、落ち着いて。わからんなってきたぞと。いいよ。なんやこれ、全くわからんなってきた。ちょっとテンパってきた。実況中につきテンパってきました。ごめんなさい。ということで、こう鉄防御をちょっと投げといて、そのボム当たりたなくて、ショートカットが強くて、当たれ、抜けろ。オッケー、耐えの良い。ちょっとそれはもちろんあんま分かってないから実況になってなかったけど、まあ初めての新コースがピーチガーデンの用意で俺は良かったと思う。はい、次。はい、次。マリス、ん？ SSC マリサ、次。ということです。やっていきます。よろしゅう。まあ新コース走れたし、なかなか気分良くなっておりますよ、といったところ、打開します。これだと打開するわ。はい。はい。まあ新コースも道を覚えるだけやでな。あの、うん。下手くそーって思う人もおるかもしれんけど、あの、まだ新コース、あの、リリースされてから多分18時間ぐらいしか経ってないから、まあこうなるのは必然なんじゃないかなって思う。俺、上手い選手じゃないし、うん。言いたいこと分かってもらえるね、みんな。よろしくね。OK。で、これ取って、まあこのコースはもう走り慣れすぎとるから、まあパリッといけるわ。パリッといく準備してます、よろしく。で、9位で終わるよ。確実に9位で。やられたー、シングルしか取れなーい。アーリマルのせいでシングルしか取れなーいか。サンダー回避する。サンダー回避して、これさ、前のスターとかパクったら強い。パクれない、前のスターパクれないので、テレサ無駄ばきしたじゃん。サンダー回避する。何これ、これ勝ったっしょ。さすがにこれ負けないよ。これ負け方が分からんっすね、さすがに。どんどん離れる自信あるで。いくよこれ、勝つよこれ、よろしく。よいしょよいしょ。パクられてもしゃあないから使っていく。はい、2度の差は歴然になってきたんじゃないでしょうか。どう、さあ3周目。昨日一バナナを持って1位と1位を独走しているのはこの男ということです。はい、これはまあどこまで残しとくかっていう話になってくるけど、まあ残すわ。理由は峠の線もあるからね。峠の線もあるんで、 OK 使って、でここ、被弾する必要なかったって。絶対被弾してなかったら勝ちやん。ごめん、もう自分の下手さにマジで泣きそうわ。これ自分の下手さを恨みたい。これ
下手すぎる、ちょっと待って。